ときもちセカンドです。今日はね、韓国のコンビニで買った、見つけた韓国 CU のモンテクリストトーストを食べたいと思います。オーブンで焼いたモンテクリストトースト、ハム、チーズ、エッグサンドだそうです。カロリーは458キロカロリーですね。モンテクリストって私の動画でも何回も食べたやつ、あれのコンビニで売ってるなんてって言ってもサンドだし、なんかオーブンで焼いてるから見た目はね全然違うんですけど、まあでもチーズがとろっと入ってて美味しそうです。ちょっとこうフレンチトースト的な感じになってる気がする。ちょっとふにゃっとしたパンです。食べてみます。いただきます。モンテクリストではないけど普通に美味しい。いや、なんか贅沢サンドイッチ、結構ハムもねしっかり入ってるし、モンテクリストって思わなかったら美味しい。モンテクリストだと思ったらあれ違うなって思う。でもね、間の具材がたっぷりで美味しい。チーズもすごいとろけてるし、なんかチーズソースみたいなのとスライスチーズも溶けて、シンプルに美味しいです。中の具材がね、卵半熟だ。コンビニではなかなかないと思う、この半熟の卵入ってんの。あ、マスタードも入ってちょっと美味しい。なんか半熟の卵が入ってるの日本だと多いんですけど、韓国ってあんまり多くなくって嬉しいですね、これ。美味しかった。なんか今日セカンドチャンネル先に撮ってるんですけど、メインチャンネルこの後撮らなきゃいけないのに。あ、これね、モンテクリストではないし、まあでも写真のパッケージもモンテクリストじゃないんですよね。まあ国とかなんか場所によってはこれをモンテクリストっていうのかもしれないけど、なんかやっぱり私が動画で食べた、あのアメリカでもね、あの実際に食べたことのあるこのなんかザックザクのパン粉みたいなのがついてて、ザクッと揚げたやつ、あれがね食べたいなと思って。でもあれはねコンビニちょっと難しいと思う。やっぱり揚げたてじゃないとザクザク感はね保たれないので。美味しかったです。なんかちゃんとこのパッケージ通りだなっていう、こんな感じで中の具材がしっかりねたっぷり入ってたのが嬉しいですね。まあ、またねこれあればちょっと買いたいなっていうぐらい美味しかったです。朝ごはんにはね十分の量だと思うし。以上、韓国のコンビニで買った、モンテクリストトーストでした。